ようございます。ございます。いや本当海トークって雨率高くないですか。いやね今日もね、はい、もうすごい雨ですよ本当に。収録の日ね。もう湿気がね大丈夫ですか。そう湿気でね今ね、はい、髪の毛もねちょっと変色してるでしょこれ本当に。いやそれはいつもなんですよ。びっくりですよもう。はい、はい、今シーズンはですね、うん、おもてなしをテーマにお送りしております。出ます。はい。今回も、うん、太陽のような素敵なゲストの方が、そんな雨の日に雨の日に来てくださっております。この方です。どうぞよろしくお願いします。はい、さあ、はい、まいちゅうこと、ゆかまいちゃん、はい、私が来れば雨も止みます。いや、やってないです。全然やってないです。めちゃめちゃ傘差してます。むしろめっちゃ降ってますよ今。こんな太陽の人なんですよ。初めてちょっと太陽って言われたもん、ね、ごめんなさい本当に。そうハードル上げちゃったんですね。そうそうそう、ちょっとね、はい、笑顔が眩しいね。はい、今日、はい、ボケが炸裂するんじゃないでしょうか。ボケの、はい、ただね、はい、困ったことに、うん、ボケボケボケなんですよ。ちょっと待ってください。誰も拾えないじゃないですか。ちょっと誰が拾えないですか今日。海トーク結構大変なんですね、はい、割とボケが多いんで、はいはい、今突っ込めると思ったらちょっとツッコミに回りましょう。なるほどね。もうすでにボケてますよね。もうボケてるでしょ。まだボケてないんですか。まだノーボケです。まだノーボケです。あ、よかったよかった。まだなんですね。じゃあ突っ込まれるってことですか、はいはい、ですね、うん、ゲストの方には毎回ご褒美をご用意しているんです。そうです、そうです。まあ一応ね、3人でさだま5000発をクリアしないといけないんですけども、うんうん、まあ、マイパに関してはそれ楽勝なんじゃないかな。そうですね、1個やっぱ立ち回ってるんで、はい、おっと、はい、なんでこの楽勝に今日はそのご褒美をゲットして帰れると思います、うん、さあ何でしょう、欲しいものは。私の欲しいものは、うん、じゃん、ダイエットグッズです。おお、そうなんですよ。はい、これ5000玉以内の。これ両方で。いや、ちょっとね、軽くなんだろうか。オーバー疑惑です。これなんですか、まず。僕体重計わかるんですけど。多分ハンディマッサージだから、もうお腹とか、もう気になる、脂肪が気になるとこにやって、うんうん、当ててれば、なんか、うんうん、熱かなんかで、多分そのセルライトがなくなるんじゃないかみたいな、はい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 、多分やつなんですよ。で、この体重計もすごくて、なんだっけ、iPhone とか携帯にのアプリを何ダウンロードするとなんか繋がるっていうか、なんていうの、そんな今時代なんですよ。そう、え、じゃあもうすでにここでもう湯川さんの今体重が出てるってことで、はい、62.7 違います、大丈夫大丈夫、もうボケが始まった大胆に、ね、公開してきてるのかなと。ボケたわけじゃないですか、はい、こんなあったらね、もっとやってますね。いやでもこの2つ、うん、はい、まあなんかね、そこまでこっちは必要ないような気もしますけども、うんうんうん、まあ、欲しいということなので、うん、そうなんです、はい、じゃあ3人で、はい、力を合わせて、うん、はい、5000玉やりましょう。はい、はい、まあでもマイプなんで大丈夫なんじゃないですかね。大丈夫ですかね。本当ですか、はい、大丈夫だと思います、はい、それではお店もオープンしましたので実践行ってきます。はい、頑張ります。台湾にやってまいりました、うん、さあマイプをゲストにお迎えして、はい、打つ機種はサムさん何ですか。はい、スーパー海物語ジャパン2でございます。はい、P スーパー海物語ですね、はい、ですね、はい、はい、じゃあいろいろなね楽しいトークもしながら、ね、はい、プラス5000玉、そう、いやー本当しましょう、お願いします、お願いします、お願いします。3乗りですからね、はい、うん、はい、皆さん今日、うん、何の日か知ってます。今日何の日か、今日何の日か、今日特別な日じゃないですか、うん、今日ね、はい、まあ海トークにね、マイプーがゲストに来てくれたっていうのは、あ、確かにそういう意味では特別かもしれない。そうですよね、うん、そう、他には何かないですか。あと何かあったかな、なんか、なんか特別な何かないですか。分かった分かった、何、燃えないゴミの日、はい、それ特別ではないじゃないですか。もっとほら、なんか何でしょうね、祝福のこう日じゃないですか。ちょっとみんな知らなすぎますよ。え、私の誕生日なんです。また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 、そういう人いますよね、よくね、今日俺の誕生日みたいな、なんか祝ってほしいみたいな。1年に365日あるやつじゃない。誕生日ね、はい、5回ぐらい来るんでしょ。え、何ですか。そうそうそうね、誕生日5回ぐらい少ないでしょ。1年に5回もないです。会う人会う人に、あの、今月誕生日なんですって言ってるね。相当、あ、なんか面倒くさい人ですね。よく地下アイドルにそんな感じかなと。まあ俺も今日誕生日なんですけど。いやいやいや、ブルさんプレゼントはそういえば、ごめんなさい、まあ何も用意してないですよ、はい、今知ったし。
じゃあマイプおめでとうございます。そうおめでとうございます。ありがとうございます。なんかね、あの番組から豪華プレゼントみたいな、なんかないですか、そういうそう海トークから。欲しがりだな。いや本当ですよね。え、今ムムさん何割ぐらい聞こえてました？割で言ったら1割、2割っていう。そう、そうやっぱね、ちょっと会話のテンポで多分聞こえてないんだろうなと思った。なんかたまに途切れますね。聞こえます？マイプーの声はムムさんのが聞こえない。ムムさんの声も聞こえる。じゃあ自分の声がちょっとでかいかな。そうでかいですね。あー当たった。すいません。ナリンちゃんね本当にすごいですよ、はい、いや4回目のシーズンになってから、ね、わーもう早速クジラ機見せちゃってね。今ね全然関係ない話してたら当たるっていうね。ごめんなさいね。しかも私がバッサッに32回転です。いや早いですね、はい、お祭りボーナース。早い。やっぱなになにさん誕生日だからって奮発しちゃって。本当にやっぱ可愛い後輩にね素敵なプレゼントを差し上げたいじゃないですか。ごめんなさいね本当マイクの調整をしてる間に当ててしまうって、ね、演者としてどうなんだってね。本当ですよね。いろいろカメラマンさんもセッティングの途中だったね。やってる時に当ててるっていう。わっとウリンちゃんの保留が来ました。おーすごい。これはこれねめっちゃ大チャンスですね。まあ、ウリンちゃんの保留の上にあの魚群保留。あや兆し赤。兆し赤。はい、あちあいつ見ないときますね。はい、いや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 見ても大丈夫ですよ。そっち、はい、いやーちょっとね兆し赤っていうのはね僕ね相当見てないんで。えまだ続いてるか。もうもうねこの花火が上がって当たる文字が出てくるかどうかっていうところが今ちょっと、とりあえず図柄は星でね裏ボタンは押さないようにして玉屋来ましたね、まあ、日本一のがいいとはいえで泡の次にワッショイが来ればいいんですけど来ない。やっぱそのリーチでね、はい、マイプ上のあります。しかも走るっていうね。はい、あ素晴らしい。カニ、はいはい、やりました。じゃあもうこれで誕生日プレゼントは終わり。いやいや早い、はい、早い。そういえばねマイプってなんか太ってるようには見えないんですけどそんな体重計欲しいですか。そのいや欲しいんですよ。最近あの水着の仕事が結構多くて。ああなるほど、ね、そうなんですよ。そうなんですよね。僕ら3人の共通点って言ったら水着の仕事ですからね、はい、本当に、はい、僕もやってますから。おかしいおかしい。だダイエットで言えば僕も本当最近やってるんで、はい、なんか気持ち分かりますよね。あーそうだ。そうですよね。だってムムさんなんかねお腹本当減りましたもんね。そうでそうなんです。14キロ5キロ痩せてすごい。で誰にも気づかれなかったっていう、レコード記録を持ってますけど、はい、いやそうですね。じゃもしも、はい、もしも達成できなかった場合はサムさんからダイエットの必勝法を聞くでいいんじゃない。あそうですね。いやでもありがたい。でもこれ気をつけたいのが、はい、僕あの糖質抜いたんですけど、うん、髪の毛も抜けてきたんであのあまりねおすすめはしないですよ。えそれストレスでってことですか。いやストレスなんでしょうね。あとやっぱり栄養がいかないんであ割とガチな話、はい、あの個人差はあると思うよそうそうありますけどね、逆に昆布をいっぱい食べればいいんじゃないですか。ダイエットにもなるし。なるほどね、はい、あじゃあわかりました。個人的にじゃあマイプに昆布をプレゼントしますよ嬉しくないな。あ、祭りボーナスはい来ましたということでございます。また4回転すごいですね。でねラウンドランプは見ないです僕の場合。お、はい、あそうですね。速攻見てるじゃん何ラウンドでした。え、何すか。いや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 ごめんなさい2ラウンドでした。ごめんなさい。2ラウンド。2ラウンド。あ、残念。いや、でも、この海トーク始まって、はい、開始10分ぐらいで、私とサムさんが、そう。
核変状態っていうのはね、すごいですね。ないマイプ、これ本当誕生日です、ウェルカムですよ今日。いや本当ね、あごめんなさい5ラウンドでした、嘘でしょ。どんな嘘ですか。まあ嬉しいサプライズです。まあさ確かにね、確かに。なんか一応私あの神奈川県出身なので、そうだそう、ご当地のね、そうなんか神奈川県の魅力を本当に伝えたくて、うん、あぜひぜひ、はい。ちなみに皆さん行ったことはありますか。もちろん普通に行ってますよやっぱり。あ行ってます。えちなみに神奈川県といえば何がこう思い浮かびます、うん、ねサザン、茅ヶ崎のねサザンビーチ、うん、歌で出てきますからね。歌でもね、まあ、サザンはね茅ヶ崎出身なんでね、うん、ムーンさんは。僕ね本当ベタなことでいいですか、はい、中華街ですよねやっぱり。あやっぱそうですよね、はい、やっぱ横浜にある中華街、まあ、有名なとこたくさんありますよね、うん、まあ、その中でもやっぱり、まあ、ムーンさんが行った、うん、まあ、中華街、はい、うん、じゃないんですけど、うん、横浜にはみなとみらいってデートスポットがあるんですよ。そう、そのデートスポットがみなとみらいにあるんですけど、うん、夜景が綺麗でしたっけ。何ですか夜景が。夜景が、そうですね、夜景も綺麗だし、大桟橋っていう、まあ、サザンの歌とかにも出てくるスポットがあって、はいはいはい、で、すごいのが横浜って横浜駅とみなとみらいと、まあ、伊勢崎町、関内伊勢崎町っていうその3つがすごい近くにあるんですね。で、みなとみらいに行けばデートスポット、うん、横浜に行けば買い物ができる、うんうん、で、その伊勢崎町に行くと飲み屋街っていう全く違うジャンルの町が近くに存在してるんですよ。だからそれがすごい面白くて、だからなんだろう、まあそこにいれば何でも揃うじゃないですけど、うんうん、ちなみになんかこうなんだろう、じゃあ友達と遊ぶってなったら、はい、あごめんなさい、当たりましたまた祭りボーナス、ね、すごい、はい、なんかね薄いとこ引いてますね、なんかね。いやでも私まだ当たってないのにサムさんもう3回当たりするもんね。でもね雰囲気違うのなんか分かりますわ。分かります、分かります。うちのね地元のね、はい、あの祭りもね、まあ、祭りやモードやってるから言うのもあれですけど、はい、雰囲気違いますもん。はい、雰囲気、はい、左がブラジル右が日本みたいなそういう同じところでやってるのがあるんですよ。違うですね。そう、ブラジル人のね方が多いんで、ね、うちの地方。じゃあムーンさんちょっと一緒にしないでもらって。あ、ごめんなさい。2ラウンドでした、はい。そうなんだよね。やっぱ神奈川県って、はい、なんかこう出せるものがいっぱい、武器がいっぱいある。あ、まあ、そうですね。あるあるある。だからなんかじゃあ休日に、うん、じゃあ何したいですか、うんうん、っていうのあった、何でもできるんですよ。うん、あ、じゃあ映画とか見たくないですか。映画とか、映画とか、ね、休みの日に。そうでもない。見たい見たいですか、うん、そしたらもうみなとみらいの映画館、おしゃれなね。あ、そうか、みなとみらいの映画館か。そうなんです。しかも映画終わった後に、うん、あの馬車道っていうね、うんうん、あのなんか橋があるんですよ、はいはいはい、で、まあもう周りは海とあとランドマークタワーとか見えたりして、あ、そっか、何でしたっけ、パシフィックホテルとかね、有名な。うわすごい。見ながらちょっと夜景眺めたりとかできるわけですね。うわいいなー、はい、じゃあねちょっと僕ここから海モードにやりたいです。4回大当たりで、はい、今3294玉、はい、上から混ぜないで、はいはいはい、でちょっと海モードでここからいきたいと思います。 OK、はい、です。あのウリンチャンス、これ大チャンスですね。すごい、やばいですね今日ね。このウリンチャンスっていうのね、赤タンが赤タンだ、本当だ、すごいチャンスが続きますね。はい、これ当たればもう奇数図柄なんで、お願いします、当たりますということでございます。先に行きます。私もちょっと魚群頑張って、はい、お泡です。泡かーい。あ、でもねチャンスアップ来てますよ。来てます、富士山の映画描いてあればチャンスアップ行くか。あ、うわ残念。いや、その代わりね、ムムさんが当ててくれたんで、はい、当たりましたので素晴らしい、うん、
まあ、時短中でしたから、はいはい、これで連続大当たりが全然まだ継続ということでございます。すごい。ちょっとあの話の続きなんですけど、うん、まあ本当横須賀行けば米軍基地あって、うん、ほら横須賀カレーとか、あ、そうです、カレーも有名ですね。とあとほらハンバーガーとかね。そうそう、ぜひねみんなで行きましょう。え、誰も同意してなかったんですけど。ちょっと行きたいんだけど、はい、はい、でもね結構割と今住んでるところかでも行こうと思えば行けるじゃないですか。そうか、近いってことね。そうそうそう、ありますね。え、じゃあもう結構マイプ神奈川県のほとんど行きました、はい、ほとんど行ってますね。うん、と思います。なんか横須賀とかの方は、うん、はいはいはい、まあ、パチンコ、まあ、仕事とかでパあのホール行ったりとかしたことあって、あのあと金沢、金沢、金沢、あのシーパラダイスとか、シーね、今ちょっとしたシーパラダイス泊まりますよ。そうです、そうです、そうです、はい、シーパラダイス、はい、あ、シーパラダイス来ましたね、はい、赤、あ、白だ。そう、神奈川、あのシーパラダイスっていうのがあって、うんうん、金沢、急に金沢の話入ってくるのと思っちゃった今。シーパラダイスで、そう、そういうところもありますよっていう、うん、なるほどね、はい、おということでパラダイス、すごいムムさん、はい、ちょっと一人シーパラダイスじゃないですか、ね、さっきからそのずっと言ってんすよ、俺がボケ、それ誰も拾ってくんないから今ようやく予約来た、誰も拾ってくんないですもん、なんかもうすいません、ちょっとね時間差があるんです、時間差がねあるからね、仕方ないんです。え、今日もしかして、はい、元 SIR の2人の、はい、負債を僕が何とかするっていう、そういう回、そういう企画ですみたいな感じだった。あのサムさんは、はい、その私とマイプ元 SIR 同じグループだったじゃないですか。SIR なんですよね、2人ともね、はい、その SIR の事務所に面接に行った時のことを思い出していただきながら出してください。そうこれもね説明するあれがあるんですけど、あの僕実はあの本当にお金がない時があって、でライターも続けられないっていう時にちょっと SIR のバイトのね面接行ったことがありまして、ね、すごいですよね。SIR のバイトの面接、あの SIR のメンバー上じゃないですよ。そう、そうそう、マネージャーみたいなね。そう、マネージャーみたいな、なんかしかも荷物持ちみたいな。そうそうそう、ね、で行こうと思ったんですけど、やる気だけはありますって言ったんですけど、はい、住んでるところが群馬県なんで、ちょっと今回は見送らせてくださいっていう、はい、って感じでね、エンゼルフィッシュが止まってですね、はい、学園が終わったということでございますけど、はい、オーディションも落ちて、オーディションも落ちて、そうオーディションみたいなもんですよ。もう落ちて、やる気だけだとお礼もならなかったんですね。そう、学園も落ちて、はい、図柄も落ちて、図柄も落ちて、いいとこないじゃないですか。本当に。いやでも俺多分なんですけど、はい、まあ、ナリンちゃん、マイプーちゃん、はい、あの、はい、なんて呼べばいいんだろう今日。マイプーでいいです。マイプーで大丈夫ですか、はい、俺多分お二人がガイドに入った時の初仕事、はい、全部俺なんですよ。確かに、そう、ムーさんに見られましたもん。もしくは俺が近くにいたみたいな感じなんです。そうです、そうです。なんすかその初めての男アピール。そう、みんな俺を通って大きくなってったみたいなアピールね今。マイプ初めての時でも一緒だったよね。そうです、成田さん、そうだ、一緒だったんだ。ああ、そうだそうだ、一緒ですよ、ね、そうで、元帥さんが司会やってて、そうそう、でそこにムムさんとシュークさんとコーキーさんが見てたんですよね。やっぱ最初の頃っていうのは覚えてるもんなんですね。覚えてます、めちゃめちゃ覚えてますよね。そうか、じゃあ俺も忘れないうちに言っておきますけど、はい、6842発、はい、だ今終わったんですけど電サポが、はい、忘れないんですけど、スクショ、はい、スクショみたいな感じで、ね、はい、はい、これだけ持ってたぞっていう、はい、動画でスクショってある？いや、ないと思うんですけど、記憶をねスクショするっていうことで、はい。